Huh. I wonder how she's sweating so much. I mean, they were out in the middle of an icy forest. Anyways, I was looking through this and I found this lineage rough draft. I think it's showing some of the different races in Agarest War. See on the far left, that's how the Harupi is. Well, that's what it says next to her. It says Harupia. Yeah, they were gonna look a lot less clothed. We haven't seen any Harupias, but also, if you look at the Harupia's, I guess footwear, like, she has the same sandals as Aulis, or Kid Aulis, maybe a grown up Aulis too. Okay, in the middle they have a race called the Yurishis. They're like, they're not exactly mermaid people, but they're like aquatic beings. You can see from the thing on her ear, well, where her ear is. They also look a lot less clothed. And on the far right is an enemy that shows up kinda later in the game. His class is the Huswad, or Huswaddle. And, well, he kinda looks the same. I guess they decided they liked that look and they kept it like that. Anyways, there's a bit of art appreciation. And here we are at Toulon City. So, let's go ahead and go inside. Inside. In we go. こうして部屋だけを見ると普通の家と変わらないな。 それは当然だろ。洞窟だと思って見くびってもらっては困る。いくら穴蔵を好むからといって俺たちだって住みがたい場所に住みつきたいとは思わないからな。あなたは？俺様はガンツ、トゥラン一の鍛冶工だ。 The best blacksmith, he said. ってことは話は聞いてるぜ。ハスカリンの土だろ。俺様くらいになればどんなものでもそれがたとえ伝説としてしか残っていないような武器や防具だったとしても一通りの作り方は頭の中にあるもんだ。俺様に任せておけ。グリアーズにできたものが同じグリアーズの俺様にできないはずがない。 素材さえ都合がつけば薪だろうと何だろうとこの世にまたとない一品に仕上げてやる。仕上げはプラムの仕事ですの。なんだこのちっこいのは。んネルスか。いやすまん。道理でちっこいわけ。Oh no, they're already fighting。グリアーズのガンツさんに言われたくないですの。 残念だったな。ここにはお前みたいなちっこい女はいないんだよ。それは女性のグリアーズだからですわ。男性のグリアーズは人のこと言えないですの。ガンツさんなんてトーマさんやゼルバさんに比べたら全然小さいですわ。いいんだよ。男はな、デカさじゃない。腕っぷしと度胸がどれだけあるかっていうので 価値が決まるんだよ。ガンツさんは頭の中身までカチンコチンにお期待になってしまったのですわ。どなたはどれだけ女性に優しくできるかで価値が決まるものですの。んだと？誰が頭の中までカチンコチンだって？That's all he got out of that sentence. 大きな声を出さないでください。ガンツさんの大声は 洞窟の中だと反響して頭に響きますわ。 ガンツさんはもう少し資料をお持ちになった方がよろしいですわ。こんな言わせておけば。まあまあご両人さん、
ひとまず落ち着けって。私たちにはあなた方二人のお力が必要なんです。プラムさんもガンツさんもお願いです。どうか力をお貸しください。これはお二人にしかできないことなんです。まあなんだ、それは引き受けたのは俺だし、俺にしかできないことだったからな。そうですわ、これはプラムにしかできないことですの。ですが、これはお二人の力が揃って初めてなせることでもあるんです。そうそう、募る話があるんだったらこれからいくらでもするといい。何せ時間だけはたっぷりとあるんだからな。まあいい、男が一度口にしたことだ、約束は守る。プラムもネルスの代表ですの。些細なことは水に流して差し上げますわ。たく、ややこしい奴らだな。己の腕を頼りにしている者たちじゃからな。それなりの自負と自尊心があるのじゃつまり自分が一番ってことだろ。だから面倒だって言ってるんだ。己が一番、誰にも負けぬという気概がなければ務まらぬって。相手が相手じゃからな。気弱な者よりは気が強いくらいの方が良い。Take Toma for example. お主のようにな。私は別に。時間はいくらでもあるか。そのことは後で話せばいいだろう。今聞かせたところで右から左に抜けていくだけだ。そうね。これでようやく素材集めに行けるな。少し遠回りになったが、あとは素材集めに専念できる。まずは霧氷の冷水か。アウリス湖へ向かおう。 Gravity What? Okay, anywaysLet's go to Kenna Field East. East Edition. しかし、ほんと寒いよな。Doesn't look that cold. It's all green. Like lychee soup. All green. It's kind of weird. It only hits like a certain space in front of her.てことで、エリス、よろしく。よろしくじゃないわよ。一遍ここにある氷柱で頭を冷やしてあげましょうか。勘弁してくれって。これ以上冷やされたらご先祖様とご対面ってなことになるっての。それよりもさ、エリスの膝枕で寝られれば寒さも吹っ飛ぶと俺は確信したわけだ。トーマ、一度ご先祖様と会ってみる？いろいろと相談に乗ってくれると思うわよ。そいつはちょっと。そいつはそうと、そろそろ食事にしないか？もう、食事ならさっき済ませたでしょ？いつからそんなに物忘れがひどくなったの？それとも、覚えていられるのは女の人のことだけ？飽きもせずによくやるわ。見ているこちらが疲れてかなわん。にぎやかでいいですよね。ああいうのあうんの呼吸って言うんですよね。Two peas in a pod. That expression still makes no sense. 特にウィンフィールドさんがいる時の皆さんとの掛け合いはすっごく楽しいですよね。お二人は本当の兄弟みたいですし。楽しいといえば楽しいが、全ては過ぎれば毒になるという典型的な見本だろうな。あの二人のやりとりは。ですけれど、昨晩のお二人のやりとりは傑作でした。怖いもの知らずというか、命知らずというか。エリスとラビニア相手では分も悪かろうに、
眼見に育ったことがあだになるとはな。本当、羨ましいくらい丈夫ですよね。お二人だけではなく、皆さんも。ん？どうかしたのか？いえ、何でも。ファイーナ、しっかりしろ。ファイーナ、ファイーナ。わお。気がついたようだな。体は大丈夫かい？もしかして私また倒れてしまったのですね。ファイーナの体のことはラビニアから聞いている。大事に至らなくてよかったよ。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。本当にこの身が恨めしいです。自分を責めるなって。誰も迷惑だなんて思ってないさ。むしろ俺としては守りがいがあって嬉しい限りなんだぜ。トーマさん、それよりも More importantly, you need some rest. まずはゆっくりと休んで体調を整えないと、だろ？そうですね。これ以上皆さんにご迷惑をかけるわけにはいきませんし、お言葉に甘えさせていただきます。ああ、そうした方がいい。さっき手を握ってみたらまるで氷のようだったからな。だからですね、とても安らいだ気持ちでいられたのは。あのぬくもりはトーマさんだったんですね。寝ている隙にお手を拝借ってね。ファイーナちゃんの手はスベスベして上等な絹を触っているようだったな。もうトーマさんたら、そうやってふざけるから怒られるんですよ。ふざけているつもりはないんだけどさ、ファイーナちゃんにも怒られたことだし、これからは慎みましょう。本当のことを言うと、寝ている間うなされていてさ、それで心配になってついね。ありがとうございます。とても怖いのに、トーマさんのぬくもりに包まれると不思議と不安な気持ちが消え去っていったんです。そんな大層なもんじゃないが、少しは力になれたようでよかったよ。俺が必要なら言ってくれ。ファイーナちゃんのためならどこへでも飛んでいくからさ。でしたら、あの、わがままを言ってもよろしいでしょうか。お、早速かい。どんな用だい。何でも言ってくれよ。もう少しの間でいいんです。トーマさんに触れていたいんです。ダメですか？そんなこと聞くまでもないって。もちろん喜んで受けたまわりましょう。可愛らしいお嬢さんの願いとあればね。ではよろしくお願いします。And we get an esoteric book for it. Oh, those are some pretty touchy events. Alright, we're going back to Aulis Lake. I don't know, I'd rather not make any smart remarks and ruin the mood. They're rather mushy. Mushy. Alright, anyways, we're here back at Aulis Lake. But this time, we're getting the water. Oh yeah, also, I almost forgot again. We get another new party member, Gans.
This class is Smith. Visible power increases SP gain every turn, increases item drop rates for enemies defeated by characters within the extend field, and he gets a physical damage boost at 200 SP. Now, I'm not 100% sure how much SP you can really, like, actually hold. I want to say 500, but it seems... I don't know. I don't think you can have 999 SP in a fight. I think 500 is the maximum. Or maybe 7... No, I think it's 500. I don't know. I don't remember. Okay, here we go. But yeah, those SP things, those only work well in like very long fights. And when fights are very long, that means you get SP taken. Or not SP, XP taken off. Okay, dead end here. Which just may mean I have to do a battle. Or maybe not. Oh, okay. Dang. Oh. Well, maybe it's a good thing I got in a fight. So now we get to fight the enemy. What is this thing? Golem! Okay. Nothing too special, except for his desperate strength. Gives him a defense boost and all that. He also has as much health as Leo. Okay, just making sure. Wow, I got a ton of banishing charm. Okay, hold on. We're gonna get this guy. Oh, he knows Isin. Then again, he doesn't. Alright, this golem is as good as dead. We're gonna open with Flame Mist, then Howling Blade. Wait, what was it? One that Noah was doing. I can't remember. I'll check after this fight. Okay. So, we have Ellis and Toma. Do some attacks. Like that. Okay, it still works. Actually, don't use Earth. Okay, there we go. Got super mega nasty destroyer combo.
Hopefully I stole something. Yeah, this guy is dead. He's dead. Rapid move. Sonic Blast, and then... Well, Sonic Caliber, then Cruel Force. Nice. Death. It instant killed him. I didn't see what I got there. But that was interesting. I forgot that Cruel Force could cause instant death. Okay. Aw, man, I thought I got out that time. I have to fight him again. I don't care, I will go through any links to make this happen. And I did. Alright, later on, that class of enemy, I know for a fact they get things like, well, not things like, they do get parry and magic barrier, so careful there. Oh my gosh, this thing isn't dying. I hate counters. Okay, we're at 23 minutes right now. That means I'm gonna be in a crunch for time. Because, as you can probably imagine, since I'm in a dungeon, there's gonna be a boss. Ooh, Raging Blast. I forgot. The death of a comrade rages everybody. Man, not even his defense could stand up to it. Oh well, execution. Dum 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 dum. Okay. Next area. Hello. Whew.
I don't know, I'm at a loss for what to say. Oh, hey, power up plus. Oh, it's a fire skill. I don't like those stat boosting ones. I don't know, I have to run tests. Yeah, I have to run tests to see how exactly those stat boosting skills work. Oh good, I think I just barely made it out of that room without an encounter. And here we go, this is the final room of the dungeon. So hopefully things go well for me. What is it? Come on, guys. Just tell us. That's a pretty big squid. なるほど。 ここの守り神ってわけか。 こいつは俺様に任せな。先ほどまで小さくなって震えておりましたのに、急に元気になりましたの。戦士の本能ってやつさ、相手が強ければ強いほど燃え上がるってな。あれがガンツの本当の姿なんだよ。 いざって時に戦えるかどうかで男の価値は決まると言ってもいい。こいつはいい男の見分け方だ。覚えておいて損はないぜ。はあ、殿方は面倒なことが多いですな。Right. ああ、俺様の相手になってやる。かかってきやがれ。 Wow, what? This formation makes, like, the least amount of sense ever. Whatever, it's... Eh. I don't know what those white lines are for. Why do they do that? Okay. Dang, I put Toma on an agility down panel. Okay, so this is our enemy. He is Devil Tentacle. He's got 50,000 HP. And he restores 12% of it every turn. Let's see, anticipation. I don't even have blunt counterattack, so just wasted a willpower there. Alright, despite having so much HP, he has very little, he has very little defense. Like, he's got 500. Oh my god, oh no! Come on! Man, I thought Zerva would be able to stand up to that. Guess I was sorely mistaken. Jeez. Zerva got raped. Sorry, man. Okay. So, Zerva got no AP. Nah, I guess it wouldn't hurt to chip away at him a bit. What exactly is chipping away at him? Gore crush. Of course.
Okay, so we'll just do this. Hopefully he doesn't do a mean counterattack. I said he had low defense, but in order for that to actually mean anything, he's gotta be broken. Since he is not yet broken, well, then his defense isn't low. Okay, I think Zerva's dead again. Yeah, this time he's way dead. Or the correct term is overkill. Oh man. Okay, can't rely on Zerva in this fight. He's not getting any AP, and he's just getting knocked down a lot. But everybody can use their specials now. Which means death to the squid. Set that, yes, some of that. There we go. Now he should be dead. If he's not, then like he's the biggest cheater known to man. There's hold shot, blast edge. I don't think we've seen blast edge. Well, there's blast edge. Hope you guys liked it. Well, it is his first skill. It's not gonna be too amazing. Okay, now this guy's taking some damage. But it hasn't even started yet. Okay, now it starts. Numbers, numbers. Power attack. Rapid move. Sonic wave. Power attack. Then the execution. I don't know. Is it gonna make it? Is it gonna make it? Ha! It made it. With plenty of time. Plenty of hits to spare. Wow. Look at that XP. 30k. Woo! Man, I love boss fights. They're good rewards. They're challenging. Good rewards. これが無表の冷水。予定外のこともあったが、こいつが手に入ったから良しとしないとな。 皆様、早く戻りますの。もうすぐ水が流れ込んできますわ。That's not good。そうだったな。せっかく御目当ての物が手に入ったのに溺れ死んだんじゃ話にならないかな。Yeah, I know. Let's get out of here。で、次はどうするんだ。ミュランの洞窟に行くんでしょ。確か大陸の最北端にあるということでしたね。なんだ、そいつは厄介だな。 どういうことだ。ちょっと厄介なことになってるのよね。北の地は
敵の砦によってこちらと分断されてる。 Really? それでうちもミュランの北窟に行けなかったの。その砦の規模はどのくらいなんだ。どのくらいってものすごく大きいって答えじゃダメ。さすがに無茶はできないってことか。どうするんだ、ミュランの北窟へ行くのは諦めるのか。それはできません。他に道はないのですか。あるにはある。アウリスの北にあるパラミナス湖を横断すればいい。アウリスは北の国と国交があるからな。交渉をして船を手配できれば向こう側へ行けるだろう。ではアウリスへ向かいましょう。話がまとまったところでまずはここを出るとしますか。Okay, and with that, brings Aulis Lake to a close and our next event. But, as you can probably, no, as you can see, we are way over on the normal time, so I'm going to call the episode here, and next time we'll check out the city of Aulis. So thanks for watching, and I will see you guys later.